優勝チームは長崎県長崎市。スクリーンに優勝球団の文字、さらにドラフトの表現。でもこれは野球のイベントではありません。今年2月に九州規模で行われた移住ドラフト会議、優勝したのは長崎市のチーム、長崎坂道クライマーズでした。九州移住ドラフト会議とは、移住の受け入れ側となる地域を球団、移住を希望する側の人を選手に見立て、プロ野球ドラフト会議さながらに両者をマッチングするものです。長崎に来たのはここはいかんといかんない、これも多分としまらないといった長崎市民が愛してやまないものを紹介しています。長崎坂道クライマーズは、長崎市の魅力を伝えるツールとして長崎の締めくくりグルメに注目、それを地図にまとめた取り組みが評価されました。本当に魅力的なお店とか、なんか誰かが愛してるお店ってたくさんあると思うんですけど、そういう情報になかなか観光客の方とか県外から来られた方、来訪された方ってアクセスするのは難しいなと思って、なのでこう長崎の隠れた魅力に外からやってきた方が触れられるような、 なんか媒体になったらいいなって思いながら作ってました、はい、チームの監督、品川翔之介さんです。品川さんは横浜市出身で、28歳まで首都圏で暮らし、サークル活動で縁があった長崎市に2020年に移住してきました。もともと自分は長崎の歴史と文化、特に国際交流とか多文化共生の文脈にすごい惹かれて、それだけで移住してきたんですけど、暮らしてみたら、なんかそれだけじゃなくてもっといっぱい面白い魅力あるじゃんって気づいて、長崎にしかない、長崎だからこそ存在する魅力みたいなものがまだまだたくさんあるし、それが意外とまだ地元の人にも外の人にも知られてないのがもったいないなと思って、なんかそこがこういう活動する原動力になっているような気がします。これがシメディア、地図にイラストを書き加え店の魅力を紹介しています。実は制作した長崎坂道クライマーズのメンバーも、そのほとんどが移住者や県外在住です。長崎で実際に食べ歩きをして、長崎グルメの奥深さを体感しました。まず大人がこんなにこう本気で、印象的だったエピソードが、あのカレーのゆうづきさん の回答で、外食することが少なかった昭和の時代に、このゆずきさんの美味しいカレー食べることが唯一の楽しみでしたっていう、あの回答があって、ゆずきさんに行って、あ、これが唯一の楽しみだったカレーかっていう、あの回答者の追体験ができた。私の同年代の子とかって、やっぱり高校卒業して県外大学行ってそのまま帰ってこないとか、長崎なんもないよねって言って出ていく子がやっぱ多い中で、そんなことないよって思う人とか、楽しいことをいっぱいしてる人とか、そういう人にいっぱい出会えて、いいとこだなってまた改めて自分も思えたので、ここがすごい良かったとこです。県外の人をターゲットに作成したシメディアですが、思わぬ反応がありました。完成品をアンケートに答えてくれた友達とかに渡したら、めちゃくちゃ感謝されたんですよね。実は自分もお店そんなに知らなくて、シメディアで新しいお店知れてありがとうっていうふうに言われたことが結構あって、もともとはその観光客さんとか長崎来訪される方向けに作ったんですけど、あの地元に住む人々、地元に住む方々、多分特に若い世代の方ですかね、もうまだまだ長崎知らない魅力たくさんあるのかなと思って、そこに響いたのが意外で面白かったです。長崎の人が当たり前と思っていたものが、実は長崎にしかない貴重な魅力だったということがあります。県外出身者だから気づく長崎の良さです。長崎に移住した日の朝のことを今でも鮮明に覚えてて、こう朝こう鳥の鳴き声で目が覚めるんですよ。なんだこれって思って、でこう窓開けたら、こう風がファーッと入ってきて、草花の香りも入ってきて、で目を外に向けたら長崎の山、長崎の空、山、街並みがバーンって広がって、引っ越した後のその感動がすごくてですね、長崎の魅力を伝える機会が
今年度やってきます。九州移住ドラフト会議の優勝により長崎が次のイベントの開催地となりました。クライマックスシリーズの開催地が長崎に決まりました。なので移住ドラフト関係者はですね、100名以上長崎に来作してもちろん宿泊されます、はい、たくさんグルメも飲食もされます。素晴らしい、はい、まあ、長崎を出てでもそれでもうずっと行きっぱなしっていう人はもうほとんどですから、まあ、こういうふうにね、あの長崎にこう戻ってきていただくというのは本当ありがたい限りです。本当ありがとうございます。市長が U ターンの先輩なので。ああ、そうですね。ちょっと36年かかりましたやっと戻ってきました。やっぱ戻ってくるといいですよね。あの皆さんをお迎えするために今また毎週ミーティングしてるんですよあのなのでまたずっとみんなで最高のおもてなしができるように活動していくと思います。長崎にしかない長崎だからこその魅力を外からの目線で再発見する長崎坂道クライマーズの活動、坂道を登るような地道な活動が続いています。